にゃん太郎さん、リアリン、こんばんは、こんばんは。日休さん、初見です。やっほー。イグリンさん、こんばんは、こんばんは。ムミさん、こんばんは。ワイトさん、こんばんは。コウさん、こんばんは。ミッチーさん、こんばんは。ツーナマイキさん、こんばんは。こんばんは。クモの湯さん、こんばんは。こんばんは。カトニャンさん、こんばんは。こんばんは。キアプリマックス、俺さんが、こんばんは。俺さんが、こんばんは。ムミンさん、コーチ、ありがとうございます。ゆきさん、姫カットかわいい。そう、姫カットです。あ、今ね、さっきね、いとこからね、連絡があって、今、そのいとこが遠くに行ってて、どこやっけな、どっかに遠く行ってて、今日帰ってきてて、今多分家来ましたねそう、皆さん、8時半になってしまってすいません。本当に申し訳ないです。ちょっとなんで声がこういう風になっているかっていうと、多分叫びすぎて喉がやられてしまっています。すいません、すいません。そうだから許してください。ひじぶさん、こまりん、こまりん。しりゅうさん、こんばんは、こんばんは。こぶん、たるちゃんさん、こんばんは、こんばんは。たけゆきさん、こんばんはです、こんばんはです。てんさん、こんばんは、こんばんは。びえんさん、こんばんは、こんばんは。日休さん、修学旅行のメンバーへのお土産は何かと。キーホルダーとかは、そのお金とか、キーホルダーって高いから買えなかった。で、お菓子をいっぱい詰め込もうかなって思って、お菓子を中心的に買ったんですけど、そう、5000円までなんですよ。それで家族の分と友達にも頼まれてて、メンバーにも頼まれてて、そう、お菓子がいっぱいなんですよ。だから多く渡せないかもなんですけど、一応買いました。超絶メガウルトラ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。もち太郎さん、ややっほー。たかゆきさん、こんばんは。 D パパさん、やっほー。運転中なので聞いたらお気をつけてください。106名の方ありがとうございます。あ、自己紹介します。中学3年生、15歳のリアリンことみなりやらです。よろしくお願いします。やっほー。ちょっと声がやばい、本当に声がちょっと過去声がやばい、やばいですが、9時まで、はい、本当に声がやばいっていう配信修学旅行、まず1日目が川下りだったんですけど、もう怖すぎて、こうやってやる、まあ、前こぎ後ろこぎとかやって、なんか真ん中どこ来たかな死んだ。なんかバイバイ。あ、でも TikTok に出てるとこいます。今ボーイッシュみたいな人はいます。一応出れないんですけど死ぬ。ちょっと出しゃばりですいません。いつもね来るんです。いい加減にしてもらって。そう、1日目川下りして、もうすごい叫んでしまって、なんかそのこう漕ぐやつで、なんか真ん中に集めてイエーイみたいなやつで、めっちゃテンション高ぶってめっちゃ叫んじゃって、で1日目は全然余裕だったんですよ。でクラスリックでもめっちゃ叫んで、キャーギーとかいっぱいして超叫んで、で1日目にの夜にクラスリックの後にサプライズで花火しました。サプライズで花火して、そう、なんか先生がクラスリックめっちゃ決めてたんですけど、なんか今から花火しますってなって、みんなでイエーイってなって、で宿舎の
宿舎の前で、花火してっていう感じでめっちゃ楽しくて、で2日目は朝っぱらから朝6時20分くらいで、私たちは多分6時くらいに起きて準備してすぐ宿舎を出て、でアスレチックに行ったんですよ最初で。8メートル高さ8メートルのやつアスレチックがあって、もう超怖くて、なんか一本線を歩くとかで、なんかそのインストラクターみたいな人にめっちゃ助けてもらって、なんかケロポンっていう人がいて、ケロポンとモジャっていう人がいたんですけど、そうずっとケロポンって叫んでて、で2日目の夜からおかしくなっちゃって声が、で2日目の夜にそう先生喉がやばいですって言って、そうで2日目の夜は昨日の夜は、クラスミーティングをして、みんな2時間くらい部屋を真っ暗にして、そのみんな座って絵になって座って、でその真ん中にろうそくみたいなのを灯してみたいな、わかりますか、なんか怖い話する時の体勢みたいになって、でそれでちょっとうるさいから閉めます。ちょっと寂しいもんで、そうで、なんかクラスミーティングっていうのはなんか自分の悩みとか思ってることを言うみたいな時間があって、そのまあ自分の持ってる病気とかを話したりする子もいれば、部活のことについてとか進路のことについてとか家族の悩みとか言ってる子とかもいて、それをクラス全員が言うんですけど、挙手制なんですよ、挙手制で、で無言なんですよ、みんなもうマジでこんなんなんか地べたに座って、みんな 体育座りみたいなしたり、まあ足崩してたんですけど、みんな座ってるのもみんなこんなんで、暗くなって、でその代議委員がなんかトップバッターどうぞみたいに言ったら、トップバッターの子がまず一人手挙げて、でその子が話していろいろその子のことを話して、2番目から出てこなくなって、ずっと15分くらい待って2番目出てきて、私多分10番目くらい、私の友達とかがみんな言えへんって言ってて緊張して、ちょっとね、私がなんかわかりますか、なんか友達行ったら行きやすいみたいなのあるやん、だからもうここは行ってまおうと思ってちゃんと言いましたね、はい、頑張りました。そう、私は勉強のことについて話して、そうどうしよう何話そうと思ってて決めてなくって、でそれでまあとりあえず入ってて、はい山田どうぞって言われて、と勉強のことについてであんまり勉強追いついてないから、なんか勉強なんか天才とかおったら教えてほしいですみたいで拍手でなんか身長がもっと欲しいですの人もおったし、そういろんな子がいて、そうよかったですね。2時間くらい座っててマジで死ぬかと思いました。こっそり電子マネー見張られてるんですよ、それが見張られてね、そうニコさんお疲れ様です、ヤッホーニコさん、ナビさん山田さんヤッホーヤッホー、リーパパさん鼻声じゃないんですよ、鼻じゃなくて喉が枯れてるっていう、そう喉がおかしい、絶叫系は乗ってないです。そういえば久しぶり愛知、あ、そうです、来月は名古屋遠征です、さすがに頑張って来て、本当に大地さん顔下りリアリー面白い、もう私本当に叫びすぎて多分どこの範囲にも叫んで、しかもなんか降りていいよみたいなとこがあって、みんな降りてて、で私も降りて、で足つかないのにめっちゃ焦って、ライフジャケットはみんな着てて溺れかけて、ハンノ君助けてもらったのにまた足滑らせてもう一回落ちたんですよ、ほんまに泣いて、私2日目も泣きました、アスレチックで泣き叫んでました。ひろさんいとこちゃんね今下だと思います。てぃぱぱさん四国に行ったの、長野に行きました、打ち上げじゃないです、まずみんなで手持ちやって、本当に結構やって30分くらいみんなで花火してて、で先生がその打ち上げじゃない、なんかそうボー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 ってなるやつあるじゃないですか、そう置いてやるやつ、それとかをめっちゃしました。煙がすごくても一生咳しました。ゆうまさんこんばんは、こんばんは。
日給さん睡魔に襲われそう、もう寝ちゃうんですか。うん、キサさんこんばんは、こんばんは。日給さん見張られてるよね、謎に。自由行動でゲス行ったらそこ、いやそれね、絶対怒られる、絶対怒られる。ちゃんと人の話を聞くれる。え、もうずっと、え、きつすぎて、本当に本当にきつくて、私うん、だからずっとあの隣の子にやばいやばいって言って小声で言ってて、やったら先生に隣の子と喋るのはやめましょうって言われて、絶対やまだと思って、そっから頑張って耐えててみたいな感じですね。まあ、でも私が行って、その私とめちゃめちゃ絡んでる子とかも行って、どんどん行って、最後まで行かないと終われなくて、そうで、どんどん行って、でまた止まっちゃったんですよ。でもその一人が行けば、その友達とかが行くから、めっちゃ進むの早かったです。そう、お土産に、なんて読むんこれ、信玄餅、え、買ってない、買ってない、信玄餅なかった。え、信玄餅ってさ、山梨とかじゃなくて、明日はバンビ単独ライブ、これやるかな、お邪魔しました、やっほー翔太さん。そうだから、声を直して明日は頑張りたいと思います。声を直せるかわかんないですけど、問題じゃ見張られてますよね、見れるものから。え、私本当に、いや本当にね、本当にな、みんな見張られてますよ。どう、山田さんこんばんは、声大丈夫です、大丈夫そうで、よかったら出す出す出すナイトボンさんこんばんは、大地さん、なんでわざわざ修学旅行、そんな、え、重いっていうか、その、まあ、これはあんまりね言わない方がいいんですけど、まあ、やっぱ自分の持ってる病気っていうのとかを話す機会がなくて、そうそうなんです。で、その子、まあ、自分の持ってる病気を話したい子がいて、その不安やったらしくて、で、その話す機会を設けて、先生がそれの案を出してクラスミーティングになりました。そうだから、全然そうやって、なんか、なんて言ったらいいの、本当にめっちゃ暗いとかではなかったから大丈夫、普通にみんなこう座って、どんどん話していって、最初は怖かったです、私も超怖かった。その声で歌えば新元新境地で、新しいリア新境地、星を回、あかん、歌え世界の真ん中、リエリン、この間のアトリエでも分かったって叫んで、カムキリ8って、え、ほんまに分かったんけどさ、そう、信玄餅検索したら山梨だった山田さん、え、そう、信玄餅はあの YouTuber のみなみちゃんって子がいて、その子が山梨出身なんですけど、信玄餅山梨って言ってたから、それで覚えてました。 N ドックさん、山田さんこんばんは、こんばんは。人の話は聞かないし、どうでもいいタイプなんで、クラスミーティングとか面倒、え、ちょっと聞きましょう、え、そう、みんなのおもんない話とかじゃなくて、みんなの悩みを聞く話なんで、全然ね大丈夫でした。でもとりあえずお尻が痛くて、本当にめっちゃ座り方変えてました、10分に1回くらい。俺も修学旅行は長野やって、山の中、え、山の中歩いてないです、歩いてないです。でもアスレチックしたり、いろんなとこ行ったり、なんか私バーベキューって聞いてたんですけど、バーベキューじゃなくて普通に焼いたのをくれるみたいな感じで、ジャガバターもしました、焼きおにぎりもあったんですけど、私はちょっと焼きに行くのがめんどくさくて焼かなかったです焼かなかったです。でもめっちゃ美味しかったです、宿舎のその食事はめっちゃ美味しかった。中のリンゴ、え、そう、リンゴのやついっぱいあったんですけど、リンゴ買ったっけ、あ、リンゴのプッチョ買ったかな、それはメンバーにね1本ずつ配って、でもいろんなの買ったら入れようと思います。気のせいかもしれないけど、なんか急に声してる、え、本当に私こんな声聞かせたのが初めてかもしれない。どう、ライオン嬉しい、あ、そう、ライオン、あー、深夜間は、あ、この雨は大丈夫って、2日目のちょうど遊び終わるくらいに降ってきたから、そっからすぐ温泉行ったから全然大丈夫でした。今日の朝超寒かったっけど、
長野は大須のメバチ多いよね。え、あの長野その遊んでる時に、え、でもな、あの2日目の朝のアスレチックの時に友達が言ってたんですけど、なんか熊の目撃情報があったみたいなアナウンスが流れたらしくて、全然聞いてなかった。もうずっと泣き叫んでました、私。本当にやばかったですね。温泉いいな。温泉ね、そうめっちゃ良かったです。でも本当に宿舎の時はみんな入らないといけないので、20分で入らないといけなくて大変でした。超ね、筋肉痛がやばい、襲っています。私を熊は山のどこにでもいる。え、私今日パーキングエリアないっけ、サービスエリアなんか屋台みたいなところに熊おると思って、私やばい熊みたいな言ってたら、間違えてその熊なんか茶色みが茶色と茶黒茶色みたいな焦げ茶色みたいな、いあの色した犬でみんなにめっちゃブーイングされました。焦らせんなよ、めっちゃ言われました。マジ熊やと思って、結構でかかったし、びっくりした、怖かった。叫びすぎてそのいい声なのか、もうちょっと叫んだ方がいい。修学旅行で筋肉痛になったっていう人珍しい。え、みんななってますよ。ブリズリー、え、ブリズリーパジャマだって駆けつけてね、一秒争うのよ、ワイシャツに着替える間にあれまで食べられちゃうわ。え、あんま歌わん方がいい今日。今日本当は歌いたかったんですけど、この声で歌えない、低いやつとかないですか。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめ、地元って看板、地元って看板ある、あるよ、出るのは確定し、怖いてー、クマは怖い、怖いです、さすがに本当に無理です。でも目を合わせて背中を向けないことが大事っていうのは分かってる。あと音に敏感、なんか音を鳴らせばいいみたいな、まあ、聞いたことあります。でも猿と熊でめっちゃこんがりがりません、こんがらがりません、なんか猿って目を合わせたらいけないみたいな。長野宮城、おやきってなんか聞いたこと、私はわさび買おうとしたんですけどやめて、チューブのやめて、そばも買おうとしたんですけどやめて、なんか何々限定、うん、なんかお漬物みたいな感じの、そうおばあちゃんとか絶対好きやなと思って、クマのぬいぐるみで仲良くない、え、もう一瞬で食べられますよ私、多分一瞬でももうガッてやられると思うけど、でもなクマは怖いですね、さすがに。鹿とかやったらさまださ突進で終わるかもしれへんけど、クマって食べちゃうやんか、食べちゃうっていうか、そう。あと山田さんの変顔、え、嫌ですよ、嫌です、嫌です、やめて。私焼けました、焼けました、焼けてないか。そう、私ここ怪我しちゃって、わかります、気がは見せるものじゃないんですけど、あの2日目の遊ぶところでみんなでそのボールの投げ合いみたいなして、大きいところで下が網になっててこう跳ねて跳ねてみたいな感じやってて、みんなでクラス全員で鬼ごっこしたりボールの投げ合いみたいにして、でこんな大きいボールがあるんですよ、本当にこんな大きいものボールがあって、その取り合いみたいなのみんなして、でそのバーンってどっかから飛んできたボールがここにこう当たって、多分そこが擦れてここに傷がなっちゃったっていう、ちょっと今は
隠そうと思って隠したんですけど、もし昨日言われ明日言われたら怖いので先に言っときます。そういうことがあったのでちょっとここに傷が入っちゃいました。そうでもあのなんか当たった時痛いって思って痛って思ったんですけど、もう追いかけるのに必死で友達を、でもずっと歩き回ってたって走り回って、だったら何人か友達が来て、そのなんて言ったらいいんやろ、めっちゃあの私座ってて疲れて休憩してて、だったら友達がリアラちゃん大丈夫って言われて、んんってなって、どうしたってなったら傷なってるって言われて、えってなって鏡で見たらここ血出てて、えってなって水で洗って、超痛かったですね。なんか皮がめくれたみたいな感じ、そうで痛くて多分擦れたんやろな。あでも大丈夫です、楽しかったので。でもアイドルなんで顔だけはと思ってたんですけど、顔っていうかここです。そうまあすぐ治るでしょうって考えてすぐ松本、あそう行かなかったお寺は、お土産他にそばわさび日本酒お米なかった、温泉は染みなかった、え、そうだから温泉はここを裂きました。で流すときはここを押さえてこうやらないと痛くて本当に痛くて、しかもその遊んでるとき汗かいてるじゃないですか、超染みて痛すぎて、でこう押さえてたらみんな心配してくれて、大丈夫休憩するって言ってくれてんけど、もうねもう戦場やと思ってみんなこうやりましたね。それであんま強くやりすぎるとさすがにやばいんで、みんなで楽しんできました。ちょっとこれからは顔に怪我しないよう努力します。修学旅行テストの時間絶対嫌ですよ。そうで、でもめっちゃ楽しかったです。まだまだ文化祭体育祭あるので、でももう中学生があと8ヶ月7ヶ月くらいしかないと思うと早いですね中学校。明日はプニテは封印かな、リアリンプニテ、ありがとうございます、嬉しい。ないとポンさん、なんかアバターがなんかさあ変わってないか、じゃあ変わったと思った。マーボーさんこんばんは、こんばんはこんばんは。ポニテはね、ポニテするとちょっとここが見えちゃうかもしれない、わかんないけど明日は実ここ顔は残してやろうかな。山田おはよう、おはようタスク、おはよう。そうツイート3日間くらいしてなかったので、今日は久々ツイートするので皆さんコメントよろしくお願いします。いつもコメントしてください皆さん。そう久々ツイッター見たらすごいコメント来てて、いつもみんなこんくらいコメントしてよコメントめっちゃ多くてめっちゃ嬉しかったからしてください皆さん、明日からお願いします。明日はそのままでいいよいいよ。え、これケンタピスさんこんばんは。ディレパパ早くジャマジさん顔、ほんまに新しい顔を焼いてほしい。でもこれは本当に誰も悪くないっていうか、本当にボールが飛び交ってたんです本当にもうバババーンみたいな、戦場やみたいな感じでみんなやってて、でそのたまたま私がそう走ってる時にこう横からボーンって大きいボールが来ただけで、そう今月からひよりちゃん大好きアバターに変えたけど、本人え、やっぱり変えました、やっぱり山田のツイートのない日々は色のない世界、え、なんかさ映画化されそうじゃない、君のいない世界は色のない世界だったみたいな、沖縄で海入る、え、そう染みないか心配、やばいですね、来週ですよ、早い。ちみちゃんツイッターにはコメント私のコメントしてください、怪我しないでね、そう怪我しちゃったんですけども、増やさないように頑張ります。リアリも大好き、ありがとうございます、 Thank you。 413名の方ありがとうございます。
そう、え、だからちょっと怪我はお気になさらずって感じですね。めっちゃ喋ってるけど、あ、56分。そう、あ、告知をさせていただくんですけど、チーム337の舞台に私が出ることになりました。大阪公演はアクト21でやって、いつも私たちがアトリエっていう呼んでるところなんですけど、そこでやって、関東では赤坂レッドシアターでやります。もう前売りチケットは販売されているので、ぜひ皆さん見に来たいなって、気になるなって方はぜひチェックよろしくお願いします。話聞いてると修学旅行という林間、林間学校は小5にしましたよ。小5にした。私その時魚取りみたいなして、もう超やばかった。でもめっちゃ美味しかったです。で小6は広島でしたね。そう、もみじまんじゅうがどれだけお得なところを探せるかゲームしてました。そう、でも見つけたらみんなでシェア、ここやばい安いとか言ってみんなでやってました。懐かしい。もう買ってありがとうございます。さっきも言ってた、本当に最初と最後へお待ちしてます。舞台頑張れ頑張れ、ありがとうございます。本当にね、すごい皆さん行くよとかのコメントがあったりしたので、ちょっとそれが励みになります。皆さん忘れず来てください、お願いします今初めて見てる方もぜひ、私がアイドルしてるとこ見たことまだ見たことないぞって方もぜひ舞台の時の私を見に来てください。よろしくお願いします。修学旅行は仏像や大仏、寺見せられてつまらなかった。え？修学旅行、え、見せられなかったです。今回は本当にアスレチックとか。めっちゃ泣いたけど。関西人、関西人。関西人です。生まれも育ちも大阪です。皆さんって生まれと育ち違います？生まれと育ち違う人ってめちゃ珍しいと思わへん？めちゃめちゃ珍しいと思うねんけど、思わないですか？あ、そう、あ、言うの忘れてたけど、土曜日は3人でするんですけど、日曜日はプンリン2人でライブするので、ぜひ来てください。よろしくお願いいたします。何しようかなと思っているのですか。明日と明後日は沖縄スペシャル、沖縄直前スペシャルなので行って、舞台公演はまだ買っていないのですが、大阪公演の日曜日の昼の部に行く、待ちしています。ぜひ皆さん行けるって方はぜひ私に言っていただけるととても安心します。日曜行く、多分はちょっと怖いよ。保険かけないでください保険絶対かけないでください。でもね、そう、初めてね、え、やばいですよね。キャー、オーマイガー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 、え、もうそんな時間、わお。はい、皆さん配信見に来てください。時間変更だったのにもかかわらずすいません、本当に。いつもは7時半から8時でやってるので、ぜひ毎週金曜配信してるので、ぜひ見に来てください。以上、ジャンビーキスの中学3年生15歳リアリンこと山田リアラでした。ありがとうございました。バイバーイ。ジャンピングキスでした。